面白いラインの駆け引きがありました。右コーナーキック、レイによって金子が入れて、ドウグラスがセルサーヘリギー押し込んだのは松原です。1対1同点、松原ゴール決めました。ドウグラスが折り返して、最後松原ですね。いや本当によく逆サイドから逆サイド、これはディフェンスもゴールキーパーも対応できませんからね。マリノスのディフェンダーはオフサイドアピールしていますが、これはオフサイドではなかったですね。いやただ松原に折り返したドウグラスも高かったですよ。いや本当にゾーンディフェンスの部分だけフリーで飛び込んでいきましたね。この高さ、そして最後は松原。